シャントセシュル・ロワールは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ベーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。シャントセのミカズキコ・ロワール・ガーウガにある、アンジュ地方のコミューンである。県道219号線沿い、サンジョル・ジュ・シュル・ロワールの西に位置する。かつてのロワール川の名残であるシャントセのミカズキコは、オクサンヌ・ロム川から水を供給され、アングランドにて再びオクサンヌ・ロム川と合流する。 かつては、高校が可能で、丸太を浮かべ運搬も可能だった。シャントセとは、ケルト語で、光輝くを意味する、キャンサスに由来する。現在の綴りは15世紀からのものである。巨石記念物の存在が、新石器時代からの人の定住を証明している。カロリング町時代のサルコファガスが発見され、9世紀のシャントセには、城があったことが証明された。 教会の最も古い痕跡は11世紀のものである。第一次世界大戦で55人のシャントセ住民が死亡した。第二次世界大戦中には10人が殺害された。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE、シャントセ城。ありがとうございます。